モンスターション TV、 元気があれば何でもできる、元気があればウルージェになれる、そんなあなたはインドザルシーとでやっていきましょう。ワンピース初見読みということでね、今回もワンピース初見読み入っていく前になんですけども、多分この動画僕のお友達今見てるんじゃないかなっていう風に思うんですけども、僕のお友達のお兄さんがなんか、もともと僕のチャンネルを知っていたみたいで、ね、見てくれていたということで、挨拶をしたいな、ということで、ちょっとね、メッセージを送らせていただければな、っていうふうに思います。元気ですか？元気があれば、何でもできるっていうね、なんかどっかで聞き覚えのあるフレーズですけどもね、もちろんアントニオ猪木さんから来たんですけども、でも本当に元気大事ですから、ね、この動画を通してちょっと元気を送らせていただけたらなっていうふうに思います。因果を通して元気を送らせていただければなと思います。因果ザルシーということでね、いやですね、僕はもうこのチャンネルね、やって結構経つんですけども、普段あまりにも家から出ないものですから、なんかこう、動画を出して、それがみんなに届いてるっていうような実感というか、そういう風にね、じゃあ、例えばなんだけども、外に出て、あ、ジョンさんだっていう風に言われるとか、じゃあなんかこう、お友達にね、だから、あんまり飲みに行くこととかもないから、なんかこう、チャンネル見てるよみたいなね、話とか聞くこともないから、こういう風にね、お声をいただくと、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。本当に、ありがとうございます。多分ね、その、見てくれていた時期っていうのは、僕が一日5、6本ぐらいとかね、出していたような、なんというか、その時期はですけどもね、頭にあるものを、もう出される前にどんどん出したれと思って、で、一個出すと、なんかこう、新たに広がったりするんですよね。で、広がるとそれも出さないとなっていうことで、5、6本とか、えぐい時10本ぐらい行きましたね。それぐらいね、毎日のように出していて、で、今は、もう結構出し尽くしたんで、新たになんか、出したいなっていうことはない限りはね、プラスで出すことはないというか、逆にこの初見読みが少しね、分数長くなった分、そこで語り尽くしてるみたいな状態になってるんでね、それはそれなんですけども、だから、そういう風にね、僕のチャンネルを見てくれていたっていうのがまた嬉しいですし、その、お友達のお兄さんがっていうところではもうテンションガン上がりでございますよね。因果晒します因果晒してますっていうのはどうかなっていうふうに思いますけどもね。本数は少し少なくなってしまいましたけども、これからもね、動画は上げていこうかなっていうふうに思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。そして僕のお友達さん、お友達さんっていうのもあれだな、ウルージさんで行きましょう。いやー、ウルージさんは怒られるな。お友達さんにしときましょうか。お知らせいただきありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい気持ちになりました。これからもよろしくお願いいたします。そんなこんなにいろいろとお話をしましたけど、やっぱ嬉しいですね、こういう風に見てくれてるっていうのは。だからみんなもガンガンコメントとか残してくださいね。僕はみんなからコメントをもらったりして、あ、ちゃんと受け取ってくれてる人がいるんだなっていう風に知れるし、すごい嬉しいんですよ。で、コメントでもいろんなお話をしたりとかっていうのも、やっぱ考察ですからね。そういった意味でも、なんかディスカッションするってのは楽しいんじゃないですか。だからね、今後ともね、なんかコメントをね、ください。で、僕はめちゃくちゃそれで嬉しくなりますから、ね。お願いいたします。ということで、やっていきますよ。ワンピース初見読み。これね、すごいよね。これちょっとね、パッと開いたんですよ。で、すぐにもう出ちゃったからさ、あれなんだけども、1106話、君の味方っていうことでね、君の味方っていうので、なんかね、仲間っていうものを連想して、仲間からのここで、ニコロビンと、はい、ラコスタ。ラコステじゃなくてね、ラコスタ。ワニ。クロコダイルなんだよね。まあ、ここにね、怒りのマークがある。でも怒りのマークイコール海軍でもね、もんな、水兵とか、そっち系を考えりゃいいのかな？なんか海の男みたいな、そんなノリなんですかね。ちょっとそこら辺はね、僕は海で働いてないんでわかんないですけど。ないですけどもね。でもまあシンプルにね、サーフボード持ってるとか、そこのね、マークがなんじゃらほいみたいなところは一旦置いたとしても、なんか若干家紋に見えるな、これ。光月の気のせいかな。で、ヤシの木があって、なんとなくなんか休暇島を思い出すところもあるんだよな。バカンス的な休暇島。
あのミスター3がいたところやの。でそれどうでもいいんだ、話はどんどんそれるんだよ。だからクロコダイル、ワニ、クロコダイル、クロコダイルとニコロビンが一緒にいるって話なんだよね。君の味方、いつかそんな未来も来るかもしれない。いや、ありえるでしょ、全然ありえるでしょ。クロスギルドのことを考えればね、なんかルフィ君たちと仲良くみたいな、まあ一緒に手を組んでみたいなこともね、あるんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。で、君の味方といえばね、おいでおいでデド、今ブラジルではなんか花火すごいんですよ。サッカーなのかなね。おいで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 、おやっほー、君の味方、うわっほー、イヤッホー、イヤー。ということでね、あの僕のお犬様がずっと足元でどうしたもんかという感じでね、花火、まあ怖いやろな、聴覚っていうのかな、相当優れてるもんですからバンバン鳴り出したらびっくりするよね。であの雷とかもね怖いみたいで、で雷ね、ブラジルすっげー大きいんで、マジで俺人生で雷怖いと思ったことないぐらい、結構ねアホの子だったんで、台風の日でもね、あのチャリ爆走するようなアホの子だったんですよ。であんま雷とか怖くねえなみたいな感じだったんだけど、ブラジル来て本当に初めて、うわ、雷怖えなって思った。動画で見ればね、なんかこう人に当たるとか見たことあるからさ、マジで怖えなって思うけど、よっぽど当たらんっていう感覚を持つんだけど、ブラジルにいると、あ、これ当たるかもみたいな、へそ隠そうかなみたいなノリになるんだよね。それぐらい本当にね、怖い。で、犬なんて言ったらもっと怖いじゃないですか。だからね、そういった音は怖いよねっていうのと、今多分ね、サッカーなんだよな。めちゃくちゃ大騒ぎしてんだよ。で、あんま俺、ブラジル人のくせに、サッカーわかんねえからさ、なんか騒いでんなみたいなね、うわーみたいなね、声援みたいなの聞こえたりするから、まあよっぽどね、サッカーなのかなっていうふうに思いますけどね。すげえ悪口いっぱい聞こえるんですよ。うわーこの野郎みたいなで多分今どっちかが負けてんだなみたいな、なんかね、聞こえたりするんですけども、はい、そんなこんなでね、君の味方、俺の味方はこいつやからはい、そんなこんなでうい、あんまね携帯は見らんのですよね。ういあんま携帯は見らんのですよね。はい。君の味方、君の味方。はい、次のページ、やってるじゃねえか、新聞のよー。なんか今俺勝手に、やってるじゃねえか、新聞で見た通り、ずはははははって言いたくなるような感じ、わかる。わかる、このなんか、でもなんなんだろう。これ、前回も話したんだけど、船の位置がわけわかんねえな。黒ひげの船だったよね。映ってる時結構もう近かったわけだから。で、近かった。一日前で近かった。これだ、別だ、これ。別だ。一日前で、黒ひげの船はもう目の前にあったから、一日後っていうことで、今もう、黒ひげの船は、エッグヘッドのどっかに止まってると考えるべき。なぜ見られてない、なぜわからない。シリュウだ、シリュウもいるな。シリュウがいればスケスケの身で船全部隠せるんだ。そうか、全部隠してるからもうすでにどっかに上陸してる可能性があるな。うん、ホグバックと、アブサロムがスリラーバークね、ルフィたちがモリアをやっつけた後出て行ったんだけど、その時船ごと隠してたんで、これ多分隠れてるな。で、これは別人、これは別人。誰やねん、誰とっとと出せ、このめちゃくちゃさ引っ張るの、出せおー、ルフィ、おー、食ってんねー、食っと、もう無理だ、島にはいられねえ、みんなで行くぞ、四皇だかなんだかって脅してる。せーので回廊石かけろ。かわいいな。せーのでね。うん、でももうにかってるよ、これ。にかってるよ、おーい、せーの、やってんのかい、せーのって言ってるよ。ブヘーブヘーボホーン、なにこれ、船に乗れ、エグヘッドはもう終わりだ。はい。海岸から火の海に撃って、そういうことね。もうバンバン撃ってるわ。バスターコールやで。おー。おー、ひでえな、打ち抜け、愚かな親子を。本当にこのおっさん、一発バチコン行きてえな。行った瞬間俺殺されるけど、本当に一発やってやりてえわ、マジで。で、もう熊の総攻撃。おー。何伝えろ、何おー。撃たないでお父さん。おー。おー。あれ？何？か、声が、いや、聞こえるか、こんな爆音の中で。うおー！うわー！
わ、見開き、見開き、ジャンプラの時はこれね、これ、よいしょってやるとめっちゃいいんで、うわ、マジか。え、なにこれ、意見チップ、意見チップ変わったってやつこれ。意見チップいった？マジで？マジで？やべえじゃん。やべえじゃん。形勢逆転やん、こんなの。あ、やべえやん。うわ、すっげえ。バスターコールも、おわたやな、これ。あらら、うわ、熊がバンバン撃ってる。あらららら、これすげえわ。そっか、伝えろっつうのはそういうことか。意見チップだ。意見チップからの権限がボニーちゃんに変わって、ボニーちゃんの命令でパシフィスタが、うわぁ、お、私の唯一の不安要素はボニー、お前がサーヤイの父に殺されること、おえぇ、うわぁ、手にかけることだけは起きてはあかんでね、父がこう、それは当然だ。うん。おう、ほい、うわ、やばい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 、ちょっと待って、おどど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 どたとえ世界最高の権力で任務を言い渡されていても、たとえ世界を敵に回してもボニー、クマはいつでもお前の味方じゃ。おーでどー、俺もそうやで、お前の味方やで、ふふわーおうわーおー、マジか。じゃあ意見チップもクソもねえんだねえ。意見チップは五老星についてんだよ、そのまま、わかる？五老星についてて、で、ボニーはそんなの関係ない。だから飛び級なんだよ。飛び級。ゲームマスターだよ。わかる？デド君。わかる？ゲームマスターやで。やばいなぁ。すげえ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 。うわぁ、うわぁ、うわぁ、デド、デド、見てこれ。ほら。ベガパンクがやられてるだね。いやー、マジか、マジか。うわ、だがそんなことをすればどうなるのか。ギロリと五老星に睨まれる。うーわー、うーわー、消せキザル。うわ、最悪だ、最悪だ。ガンガン撃ってるアトラスたちを。これキザルも超辛いな。こんなの絶対やりたくねえ。重ねて4つだ。痛みはねえからよ。ほら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 、もうやらなあかんっていうさ。やらなあかんけど、せめてね、痛みはっていう。いや、もうなんか辛っ。もう今回地獄も地獄やな。ワンピースで一番地獄の中に咲く笑顔。あやややや、やということで来た。きってでかっ。あ、でかいな、これ。熊の、熊の、体分ぐらいある拳でバチコンいたな。おーおーおー、あ、ついに、ボニー、ボニーがついに見るよ。ついにニカを見るよ。おいえ、満腹フルパワー。やばいな。満腹フルパワー、これでリセットってやばいね。ゾーン系の怖さではね。うわー。おー、楽しくなってきた。うわうわ、これすげえわ。もう、始まってるよ。ドンドットドって始まってるわ。えぐ、えぐ、めちゃくちゃエグ、満腹フルパワーっていうところからドンドットドってもう始まってるよ。で、地面もこんなになって、うわっ。で、クマたちもボヨーンってこうなってるんだ。うわーい。ポヨーンってね、ポヨーン、ボじゃないんだよ。ポなんだよ。優しさがあるよね。ボじゃなくてポっていうね。ボだと、あの、ハンターハンターのジンさんだからね。あの、竜に乗ってる。だからこれぐらいのね、かわいいの、どでかいのがあって、で、もう一個あって、もう一個ちっちゃいのがあって、そのちっちゃいの上に、ジンさんが乗ってて、ボってこいつら言ってんだよね。ボ、ボ、ボで、ボってなんやねんで、ジンさんも言ってるんだよね。多分、鳴き声やろうな。そこからでもなんかちょっとはわかるよね。あの、動物と同じように喋れるみたいな。ゴンもそういった要素あるじゃん。なんか動物の言葉がわかるみたいな。だから喋れるっていうのがジンさんなんだろうね。ボって言ってるから。何の話？何の考察やねん。ハンター、ハンターまたマイブームなんだよ。マイブームなんだよ。島が揺れてねえか。おお、島が揺れるっていう表現ではあれやな。黒ひげに対応するのではもってこいだよね。なん、ね、持ってこいか知らねえけど、全然揺れてるところにさらに揺らすだけだから意味わからんわな。どうなんだろう、ゴム。
でもなんか中和するというかね、あの地震なんとかしそうな気するけどな、どうなんだろう。津波はどうしようもないけど、少なくとも地面に対してはなんかこう相殺するようなことは起きそうな気もするんだけどな。パシフィスタを止めろ言うて、うわ、キザルも、キザルも、おお、グラサン取れてね、これ。え、グラサン取れてね、うおー、どっちこれ。なんか、書くの忘れた？色入れるの忘れた？なんかあるよ、ものが。どっちこれ。書き忘れなのか、ね、色がついてないからわかんねえけど、これグラサン初で、いや、これやばいな。で、ずっとドンドットドってなってんだよ。うわー。これやばいわ。で、ベガパンクが、これ死んだらあかんで、ね。てか、毒とか大丈夫なのこれ。毒大丈夫なの攻撃食らって。毒対策できるやつおるか誰か。毒、いや、きついなぁ。きついなぁ。レイジュが、あの、奇跡的に来たみたいなノリじゃないと。レイジュが来てゴチっていう風にやってくれないで、これよっぽど毒だった場合終わるぞ、これ。あ、うわ、マジか。これやばいぞ。パシフィスタが全部味方になった。プラス、この、うわ、このロボまで、やばいな、さすがは未来島。未来の兵器が全部、もう敵になってるよ。これすげえな。やばいな、稼働するぞ、これ。ブォー、ギギギギギって動こうとしてるやん、これ。うわー、すごいな。このリズム、おー、うーい。おー、こんなリズムに乗って笑いながら現れる、ドンとっとのって言って、うわー、あー、ついにこれは、もう来た来た、うわー、おーおー、お前も見ろ、お前も見ろ、世紀の瞬間だ、世紀の瞬間やで、これ。なぜ見ない、これ、俺を見るんじゃない、こっちだよ。なんで見ないんだよ、この瞬間を。何を見せても彼は見ないんだよ。なんてこった。え、なんて日だ。マジか。気づいておらんかったのかって。うわぁ、ひゃ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 、うわ、これ、えぐいなぁ。私もこの目で見て、うわぁ、確信できた、すげぇ。マジですげぇ。あー、クマが繋いだんだよな、これ。えぐ、太陽の神にか。おぉ、どんどんどんって、えって言ってるところ、えからの、ルフィ、ニカからのクマの絵なんだけど、んってなってるよ。んってわかるね。んってなってるよ。これ、ビクってなってるよ。おい、おい。これワンチャン超ハッピーエンド来るパターンある。ここのね、エッグヘッドのハッピーエンド。エンドはまだまだ長そうですからね。うん、これワンチャンあるんじゃない？で、あれ、なんかちょっと降りたい。元気になった？降りる？降りる？テド？テドド？おい、バイバイ。テドド？アイシャー！うん。ってやって、あ、よし、私もう元気になった。もうね、怖いからね、ドーンって言うと、そしたらもうすぐこっち来るんだよ。すぐ来るんだよ。で、俺が、ソファーとかで横になってると、顔に乗ってくるんだよ。顔にケツをグーって、多分ケツを押し付けると安心感があるんやろな。めっちゃ俺の顔にケツを、んーって押し付けてきてさ、でもしょうがねえから置くんだけど、そしたらさ、10分後ぐらいめっちゃ顔かゆいの。もうしょうがねえんだけどね。じゃあなんでね、犬飼ったんだよって。そら可愛いからに決まってんだろって。可愛いからしょうがねえんだよ。アレルギーもクソ丸かいってそんな感じなんだよな。あー、おー、バスターコールなど無駄じゃ。何百年も彼を待ち望んだ者たちが世界中におる。これやばいな。世界中ってのがでかいな。やばいな、これ。うわ、すー、でかっ。エッグヘッド、北東の海岸。うーわ、あー、これ、巨人だ。うわ、しかし、100年前に滅びたはず。うおー、止まらねえ。突っ込む。うわ、おー、マジか。巨人は巨人でもここで。マジか。来ましたよ、師匠たちがガーババ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 バ、迎えに来たぞ麦わら。やっば、緊急事態発生、挙兵海賊団が現れました。ゲーギャガガガガガガガ、太陽の神よ。えぐ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 ちよ。
陽介もびっくりやー、自業救済バカ野郎、シンプルに俺もびっくりやー、なんてことをしやがる。ああ、やってきたのは巨大な規模、巨大な規模。いや、これ、つなぎ方うめえな。うめえわ。ああ、何百年も彼を待ち望んだ者たちが世界中にいる。うーわー、太陽の神。あがめとるもんな、巨人族。うーわー、これ、えぐい。なんで？なんで？ちょっと待って、なにこれ。えぐ。すさまじいんだけど。マジかよ。バカでかい船が急接近って。これちょっと感動やばいわ。めちゃくちゃ感動やばいわ。マジか。なぜだ。なぜだと問い上がるぜ、ドリー。この世は必然しかねえのにな、ブロギー。必然。うわー、なんか万王がをちょっとね、思い出すようなところもあるけども。えぐ、よう来たな、これ。なんで？なんで？近いっつうことやんな。次行くのが、もうね、エルバフだったんで、エルバフからこっちに来たっつうことやんな。ニュースからの、うわー、じゃあ、ニカのって配信を見たとき、大興奮したんじゃない？マジかーってなったやろな。その見た目のなんか伝承というか、それとか伝えられてると考えればの、自然と、あ、やばいわ、みたいな。しかもあの子ぞーってね、で、昔ね、師匠たちが出たときっていうのは、ニカって笑ってるんすよ、ブロギー。だから、ニカっていうところからの、ここでニカと会うっていうな。いや、で、その時点では、太陽の神を崇めてる同行なんてなかったんだよね。なかったんですよ。で、それが出たのは、ビッグマムの話の回想ですわ。その時なんですよ。だから、バケモンかよ、おだち。やべえな。えぐっ。何もそんなこと言わず、とりあえずニカで済ましておいたって、誰も何もわからんで、そんなもん。マジで。多分めっちゃ、おだっちも書いてはいるけど、もやもやする部分めっちゃ多いやろな。なんで気づかんみたいな。気づくか無理があるわ。いや、これね、ゴゴゴゴゴって出てくるところがめっちゃかっこいいっすわ、船。バカでかいの。つなぎもすごいし、どでかいの来てるのがまたえぐいしさ。これ、すさまじいなぁ。ああ、で、次のページ行ったら、あれや、これごめんね、俺、リアクションチャンネル、持ってるわけよ。ジョニキ、ね、海外ジョニキって検索してもらえば出るんだけど、ゾロ、いや、リューマだな。リューマの、その話、ね、モンスター、ね、モンスターズが、もう、今、ネットフリックスでやってるんですよ。見ちゃいました、ごめんね。来た瞬間、あ、やべえとか言って気づいたら見てたんだよね。ああ、リアクション動画出せるやんとか思いながらさ、すいません、やっちゃいました。いや、すごいよね。もう、リューマなんだよ、リューマモンスターズ。だから俺、いつも言ってるんだけど、もともと、まあ、俺も、お犬様好きなんだけど、おだっちも、お犬様好きなんですよ。で、そのお犬様の名前がジョンなんですよ。で、このモンスターズっていうのが、まあ、ワンピースの前に描かれたもので、モンスターズジョンなんだよ。わかる？だから、オダッチは、俺が YouTuber として出てくるっていうことも、わかってたんだよね。やかましいか？やかましいわな。でもなんか、ちょっとした縁でね、嬉しいなと思いますよね。勝手に縁と俺は思ってるんだけど、なんかいいよね？こういうの、モンスターズジョン。ひどいな、本当に。そんなこんなでね。ああ、そっか、ってなると、そっかそっか、もう君の味方だっていうのはいろんな見え方になってくるな。ドア玉のね、まあ今後の展開としてクロコダイルがニコロビンとね、仲良しにっていうところと、まあシンプルにこのタイトル回収っていうところで、クマ、ね、クマの姿をしたパシフィスタはすべてボニーの味方。お前の味方じゃっていうね、ここの回収。そして世界中にニカの味方はいるっていう風に考えていったときに、
師匠たちがね来てくれるっていう、いやーすごいな、ダブルトリプルで回収していくわけよ。いやでもこの一枚がいいな、ドンって言ってアヒャヒャ、このねアヒャ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 っていうのとドンもね、な何この神構図すげーな、この一枚だけで神ってんだよ。もうこのニカのこれじゃないとあかんし、アヒャ、いやすごいな、アヒャ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 ってこうあって、アヒャ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 ドン、もうねパーフェクトなんだよね、センスなんだよな、すごいよこの構図が。で周りにこうね、うまいことだから開けてんだよな、上が白で両サイドがうまく開けてて、バランス感覚がパーフェクトで、ここで黒でね後ろで描かれたボニーからの絵からの笑顔からのビクって、もう無駄がないんだよ、無駄がないんだよ、この一枚だけで感動がもう無限で、えって言ってるところに涙にそこでドンドッドドって流れてるのがもうパーフェクトなんだよな、からの世界中でね待ってる人がいるからのドン船、これ畳みかけとんな。その前の流れもそうだけどさ、えもう無理じゃね、エッグヘッド落とすの無理やろ、普通になって今状況としては、何体いるこれ、なんか 4,50 体ぐらいな、パシフィスタがおるやろ、で全部それがもう絶対言うこと聞かんねん、言うこと聞かない状態でもうあっちに着いたから、普通の海兵たちは終わりだよ、終わり終わり、もう中上クラスやもん余裕で、一体一体が中上クラスかそれ以上の力を誇ってるみたいなね、まあまあ新しいバージョンと考えて、まあでも中上クラスと考えておこうか、中上クラスが 4,50 体いるって話なんだよ、無理無理で、船はどんどん破壊される、100隻おるのも今のだけでも何十隻潰れてるし、うわー破国、こっから破国だか異国だかでバチコン行ってね、最初異国だったもんな、異国からの破国、確かに異国ではね最初やったのってドリーさんたちが、で、は、いや破壊、破壊は紛らわしい、あ、破国でいいんだ、破国がドリーさんたちがやったんだ、で異国はソロなんだよね、ソロパターンでマムが撃って破壊っていうので一緒に合わせてやってるんだ、うん、破国破壊、うわすごいね、すごいな、そっか、だからそれを撃って破国を撃ってもう一気に船全滅コースやん、うん、いやもう無理だよ、でニカがいるわけじゃん、だから4校いて、まあまあ麦わらの一味やばいよねって話で、でまあ4校言うならば4校いて、元渋川いるんだよジンベエさんで、4,50 体のパシフィスタだよ、で巨人族が来たんだよ、ちょっと待って、これさ、これさ、要するに、要するに、他にも巨人族いる、これあー見えねえな、でもこの船で2人だけ、いや2人だけで可能性も全然あるんだよね、まあでも巨人族が他にもいる可能性は十分にあるんだよね、いやもう無理だよこれ、無理だ、船全部破壊されてバスターコールがもう使い物にならなくて、あと使えるのはキザルと、キザルと五老星、まあキザルは2課で止めれるとして、五老星が若干ね手に余るっていう状態なんだけど、いや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 、それも無理だ、熊の痛み回収が回収されないんですよ、痛み回収が回収されないってすげえ変な話なんだけど、熊は今までめちゃくちゃ痛みを受けてるんですよ、めちゃくちゃもう本当にずっと子供の頃からの痛みを受けてて、まあそれを加算するかどうかってのは別としてね、なんかちょっと変な感じもするんだけど、今まで受けた痛みを全部とは言わずとも、直近で受けた痛みを全部返すみたいなことは全然ありえるんだよね、なんかパンチぶちかましたけどその痛みのせいではないなと思ったんだよね、だからそうなるとマリージョアでね直近で暴れたものもあるわけなんで、赤犬とバドったところね、そうなるとそれの痛み全部で、下手打って人生で受けた痛み全部ぶち込むなんて言ったら、そうするとでも痛みを自分から抜くわけだから、体力回復、体力回復プラスのこのなんか気づきポンってなんかあったのが、ワンチャンこれ本当にめっちゃハッピーエンド来るかもしれんな、まあ何にしても彼が五老星を殺す可能性あるね、殺すって表現はあんまりワンピースなんて出てこないからね、あれだけど、やっつけるっていう可能性は十分にあるな、五老星をクマがやっつけて、そうなるとキザルの動きなんだよね、で怖いのが黒ひげなんだよ、黒ひげがだからいるから、俺前から昔から言ってんだよ、黒ひげがキザルを殺すんじゃねえかって、めっちゃ怖いなと思っててさ、それがあった場合はもう最悪、本当に最悪、めちゃくちゃ最悪だって、黒ひげ何しに来たのって話やん、
で、黒ひげの戦力は相当やからね、今のメンツだったとして、でも今のメンツだったら結構いけるよな。パシフィスタ 4,50 体とかえぐいで、サンファンウルフとかおりそうになかったもんな。そうなるとサンファンウルフがいなければだいぶ楽なんで、止められるのはあと誰？まあクザンが来てる可能性もなくはないけど、どうなんでしょうね。誰が来てるか次第では黒ひげも突破できるんだよね。そうなると全面戦争はせずに、だから前回みたいに頂上戦争でいきなりもうガチバトルやるというよりはピンポイントで狙う問題が狙って帰る。で、黒ひげはパラミシア、いやでも光と闇で合わせるか。グラグラ、まあダブルロギアもありえるか。トリプルで、グラグラ最強で、闇ロギア最強で、でピカピカ。なんかあいつがめっちゃ俊敏な動きしてるの嫌だよね。わかる。わかんないけど、誰かに食わせるっていう可能性はなくもないけどな、ピカピカを。だからとにかくキザルが消される可能性はあるんで、それが一番の不安ですね。それさえなければキザルがここでこっちに寝返ってくれるとか、まあ表向きはちょっと自由に動けるために、やっぱ彼が海軍側のスピーカーになる可能性ってのは秘めてるんで、そうなるとここでこう味方陣営に加わらなくとも見逃してくれるってのは全然あり得ると思うんだよね。で、じゃあ黒ひげ何しに来たのって話になってきて、黒ひげの目的、エネルギーの回収。エネルギーの回収、まだその部分が残ってんだよね。それの回収からの、いや、どうなんだろう。あの黒ひげの能力っていうのは、でもぐしゃぐしゃにしちゃうもんな。闇闇の能力で全部街をブワーって丸っと回収することもできなくもないんだよね。そういうことやってるんで、バナロ島で街を全部吸収してんだよ。ただぐしゃぐしゃになっちゃったんで、それを調節できるならば、ぐしゃぐしゃにせずに持って帰れるんだったら、ワンチャン全部取られるみたいな可能性はあるよね。全部取られてバイバイみたいな。そうなると若干厄介。まあ、あとは本当にあそこを消す方法とすれば、イム様法だよね。イム様法でやっと消せるかな、みたいな状態。で、なおさら五老星は、あれ変なワープ、五房星の、五老星なの、六房星かも知らねえけど、もはや、あの星の、六房星だろうな、あれ多分。六房星を使う。五老星。なんか、五老的に草生えるんだけど、前から言ってるように、本当は五老星じゃなくて六人いたってなってくると面白いけどね。そこに、まあ、クレハがいたりとかね。クレハ。ワンチャンね。まあ。そこは一旦忘れて。長くなっちゃうんで忘れて。それでワープができればワンチャンだけど。やっぱり熊に殺される気すんだよな。そうすると、世界に対するショッキングなニュースとして、そのダブル。まあ、キザルが下手打つと打たれればダブルだし、キザルがうまいこと残ってくれる可能性もあるんだよね。ハッピーエンドにさすがにする気もするんだよね。ここまで地獄を与えたんで。そうなれば、キザルは生き残ってスピーカーになりつつのみたいな。で、五老星だけ死亡お疲れみたいな。で、あと黒ひげが何かしら持って帰ってバイバイみたいな。そういう古代兵器的な。近代兵器。あのロボが取られるとこある。復活したところであのロボ取られたところでニカ側につくもんな。一目見に来ただけであればいいけどね。ニカを見に来たみたいなさ。そんな感じだけであったらいいんだけど。まあ、どうでしょうね。そこら辺はもう無限ですけど。はい。いろいろと語りたいところはありますけども、ここら辺で締めていきたいなと思います。で、今ね、言ったみたいに海外ジョニキっていうチャンネルでいろいろと動画上げてるんでね、ぜひともそちらも見ていただければなっていうふうに思いますんでね、今後ともよろしくお願いいたします。それでは最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いいたします。そして、お友達さん、ウルージさんっていうところありますもんね、お友達さん。なんか、お友達さんって言いづらいからさ、じゃあ、ウルージさんってこう言おうかなって思うんだけど、ウルージさんって言うと、それはそれで絶対怒られるんだよね。100% 怒られるんだ、お友達さんっていうことでね、本当にお知らせいただいてありがとうございますね。で、お兄さんにもね、よろしくお伝えください。ということで、最後になります。じゃんけんタイム、行きましょう。最初はグー、イングザーラシートで P でした。また次回お会いしましょう。See you next time!